はい、X よしです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、ちょっとバイクの話もそうなんですけども、この前買ってね、ちょっと良かったのを、ね、皆さんにご紹介しようかなと思ったんですよ。バイク直接のね、カスタムの話じゃないんで恐縮なんですけども、このゲームチェアいうのを買ったんですよ。これね、1万1000円で、送料込みでね、楽天さんと売ってたんですよ。まあ、中華の製品なんで、まあ、あれもこれもね、こういいとかどうな、ここはなかったらこうダメとかね、そういうことはちょっと言いませんので、とにかくリクライニングができてて、で、仮眠、ちょっとこう寝てね、1時間、2時間ぐらいね、横になって寝れるようなね、椅子ない方探してたら、これがあったんでね、もう買っちゃったんですよ。はい。これね、なかなかね、使用感の全体的な感想ですけどね、まあ、作りは別にしても、一応ちゃんとこう座れてね、うん、まあ快適に今のところ過ごせるっていうことでね、特に、皆さん、まあ YouTuber の方もそうだと思うんですけども、パソコンでね、家でね、作業するときにね、ちょっとスペースがあったら、これ、すごく、いいと思います。はい。もう操作は簡単でしたね。ここにね、こうレバーあるんですよ。見えるかな。ちょっと汚い畳見えて恐縮ですけど、レバーがあるんですよ。これで上にね、こうね、上がったり下げたりしたりとか、それから、このレバーで、このリクライニングね、こうできるようになってるんですよ。どんだけちょっと倒し、どこまで倒すかね、ちょっとやってみましょうか。はい。こんな感じですね。ずっとこういうふうに、こう、いけるんですよ。はい。で、ここはね、これ、説明書で150度って言ってました。傾斜の角度90度からね、ずーっと大きい150度。これ以上はこうやったら転倒したりとする恐れあるんで、ですから150度止めてやるということなんですかね。まあ、よく言いましたらね、もうあとね、確かに、175度までね、倒せるゲームチェアもあるんですよ。それは約5000ほど高かったですわ。ですから、まあ、ここまでだったら、まあ、あれかなっていう感じで、満足いけるレベルかなと思ったんで、まあ、それはまあ、座ってみた感じでは、横猫になってみた感じではね、いい感じだと思いますよ。それと、この前のところにね、これがね、こういうのついてるんですよ。で、これ、入れなかったらこういうふうにしといて、こういうふうにこう中にこう入れることができるんですよ。だから寝るときにこれ、グッと出してね、あんま引っ張り出しちゃったらダメなんですけど、グッと出して、それで、こういうふうに、こうやって、はい、こういうふうにね。できるわけなんですよ。まあ、あれですよね、これ、仮眠する分にはいいと思いますよ。昨日もそれ言ってて、ね、2時間ぐらいこれ、ね、寝てしもうたんですけどね、上にちょっと毛布かけて寝たら、はい、こんなんでね。で、高さももちろんこれ調節できますんで、ここにリフトって書いてあるんですよ。これでね、こう、今ちょっとこれ、あ、こう上がっちゃったね。うん、最大ね、まあ、全体の寸法とかそういうのをこう、書いておきますから、下の概要のところにね、書いておきますからね。まあ、ご参考までに、ということでございます。5000円高くなったら、その、リクライニングはね、こう、もうちょっといけるっていうやつと、そっから、それとね、こっちがね、これはね、この、肘のところにね、かけるところはね、ちょっとこう、上げ下げできるのかな。そういうふうに、ちょっと、もうちょっと、高い分だけは、そういうふうになってます。あ、そうそう、最後になりました。これね、ここのところにもね、これ、ちゃんとこれ、こういうふうにね、お尻のところにね、こう枕みたいについてるんですよ。で、これの枕のところ、これ調整できてて、もうちょっと下に持ってこれたりとかね、これベルトみたいになってて、これで調整できるようになってますから、お好みの、まあ、ポジションで頭のところね、いけるというような感じでして、まあ、1万1000円は送料込みで、ということで、悪くないなと思いました。ただね、あ、そうそう、最後なんで重要なこと。これ、組み立て式です。自分で組み立てへんかったらダメっていうところは、少しご高齢の方とかね、いうのは、方は皆さん、不自由なさるかもわかりませんけどね。まあ、組み立ての方も説明書通りよく、見てね、組み立てたら、簡単でした。下のところをまず、こう、これね、これ、こういうのをこう入れてとかね、書いてあって、それで、あとはネジでこう止める。ネジの本数がちょっと多いんで、それをね、こう、整理して、何ミリでこう、説明書が書いてあるやつを
見てやらなかった、間違いやすいんで、そこはねちょっとあれかな。できたらね、そこの袋ごとね、ここの T とかなんとかってこう書いてあるんですよ、そこのところにこうもうあの対応するようなね書き方でちゃんと梱包しててくれたらいいんだけど、まあ、そこはねまあ手は下がることなんで、ザッと入ってましたわ袋に。個数は間違わない、間違ってないだけまだマシかと思いますよ、中国にしてみたら。はい、まあそんなんで役に立てばね幸いです。色はこれは在庫がね黒とか、シルバーか、ああいうのはまあ先になくなっちゃってて、あと残ってたのは青とかね、この赤とかクリームだったかな、あったと思うんですけども、だったんですよ。でまあ赤と黒は結構相性がいい色だったと自分ではねそういうに思ってるんで、で赤と黒に選びました。はい、今日も短いですけどね、ご覧いただきましてありがとうございました。